します。お願いします。お願いします。いや、ちょっとね、はいはい、お兄さんに聞きたいの。お、何も何も。僕も、うん、池上さんも、うん、その漫才をまあ途中で。ああ、漫才やりながらな。解散しちゃって。解散してな。してね、はい、心半ばでね。はい、でも、お兄さんもずっとやってらっしゃる。そうや、もう今年でも42年なのかな。42年。42年で。もう知らん間になんかそんなのとこは。ベタなこと言いますけど、うん、僕が生まれる前からやってる。前からだよな、言うたらな。ちっちゃい声で知らんがら。それはもうあの携帯電話がない頃からやっとんねん。いやいや、知らんがら言うてよ。知らんがら。iPhone がない頃。それこそ知らん。あれがあるか、そんなもん。いや、そんなの。その携帯電話なんかだんだんさ、大きい時から知ってるから、昔なんか、ドイツ軍の、あの通信係みたいな、このぶら下げてこうやってやってるやつおったかしら。ドイツ軍の通信係がわからないですよ。そうそう、例えの例えがわからないですよ。兄さん、兄さん、長いですよ。じゃあ昔の戦争映画見て通信係ですから。分かる、分かる、分かる。なるほど、こんな壁みたいなの、携帯ってやってるんだろう。昔あんなんからやって。いや、でそのね、まあ、僕らもまたいつか漫才をするかもしれないですし、なるほどなるほど、兄さんの漫才のその色がといいますか、心がけてることみたいな聞きたいですよ。ただな、はい、そのお笑いでまあいろんな人いてはるんだけど、はい、舞台立っとって見とって、はい、やっぱりピン講座でやってる人より、はい、漫才の方がお笑いの数は大きいような気がするね。はいはいはい、まあ、ピンでも面白い人なんかでもいてはるよ、はいはい、ただドカーンと来る時のおもろさは漫才でしてる方が大きいような気がするね。なるほど、2人がかり、ね、2人、まあ2人がかりやけど、はい、まあ人数増えたら増えたってそんだけ増えることも別に関係ないんだけれども、はい、俺らの大先輩に横山ホットボルダーがついてあったやろ、はい、もう去年の秋田市亡くなりはりましたけど、はいはい、もうあの人らの漫才なんか見とったら、はい、昔漫画トリオって、はい、横山ノックさん、はい、ノックさんと亀岡龍太郎さんと今の、はい、青柴副賞と3人で漫画トリオのやつやって、はい、でまあそんだけあの人らはもうテレビがバンバン出てくれ、めちゃめちゃ売れてあって漫画撮るよっていうのが、はい、でその時横山トロダスっていうのはまあ笑いは すげえ撮れやんねんけど、テレビとかあんまり出へんかって、営業はバンバン回ってる師匠やってんね、はい、劇場の出番でその漫画撮るよとホット師匠一緒に出前やってんけど、はい、ホット師匠が先出会って、はい、でその後漫画撮るよさんが待ってやってんけど、ホット師匠前でドッカンドッカンやるから、はい、あの真ん中におったノック先生がこの後出られへんなってやって、でそんな笑いが大きくとったら気持ちええねやろなと思って、はいはいはい、でピンでやってやってそこまでドーンって取ってる人は俺今までその見てもらうと笑いは取りやんねんな、もうでも、はいはい、だからそこまで会場が揺れるみたいな笑いは見たことないな、俺。なるほど、ね、まあ、そのお話聞いてやったら、まあ、我々もたまに一緒に昼寄せとか現状でもあったりとかするんですけど、藤井もやしが先に出ようが、まあ、DNA 池上が先に出ようが、うん、まあ、お互いの出番には遜色ないぐらいの笑いで、ね、どっちが出てもね、そのプレッシャー笑いは取ってるのね、そのプレッシャー感じることなく自分の舞台に宣言できる。俺も一回昔な、正直言うのに、はい、今も一人辞めて一人吉本行きよったけど、大阪キッズって音がしてる、はいはいはい、大阪キッズしてる、はい、大阪キッズ、なにわ座の出番で、はい、大阪キッズの後にレッツゴー3匹やって、はい、ほんならたまたま藤田のあのキャラクターが、はい、あのお客さんに受け入れられてめっちゃハマったんやろ、はいはいはい、藤田のあのボケがというか、はい、もう天然やんか、はい、天然のそういうのがめちゃめちゃお客さんにハマってしまって、はいはい、何もたらドッカンドッカン受け取って、はいはい、でその後ろであのレッツゴー三匹の庄司師匠がこの後出にくいなって言って、おお、キッズそんなに言いますかって、俺らは感心してしまった。いやでもそのね、結局組んでもね、解散しちゃったら意味ないじゃないですか。まあそれ相性もあるしな、言うだろうな。その解散の危機みたいなのはなかったんですね。はい、解散の危機みたいなのはなかったんですか。はい、ああ、どうやどっちか言うたらもう、そうやな、喧嘩とかもその辺にせえへんしな。俺も、俺は昔、隠しさんって言いだったん、小学生隠しに。はい、で、俺ら学校に行ったら絶対違反ねん、みんなの読んで、見て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 、日本一中のええ漫才師なんて絶対違反ねん。周りが言うぐらいやん。もう俺ら楽屋で一緒におったりしても、まあ、いろんなことします。二人で遊んだり時間潰したりやってたから、トランプトランプしたりそんないろんなことやっとったから、そんなんでよう言われてんけど、俺が抑えてる部分がだいぶあったかもしらんけどな。俺が教えてる、抑えてる、抑えて、あ、我慢してるっていう、我慢してる、やっぱりそれまああると思うんだよね。でそれを爆発させたら
もうガーンってなってまうやんか、どっちも嫌になった時に、はいはいはい、なら、その勢いで、やめちゃなーみたいなのがあると思うけどな。芯を取ってやるんか、じゃあ。でもネタはずっと相方がずっと作ってるからな。で、二人でこう、はい、あの練り上げて作ってるんだけど、はい、もう本来は相方がずっと考えてるから、そんなんもあんねんやろうけどな。まあでも相性やろうと思うけど、仲の悪い人でも漫才やった時もなんか今ずっとあの話題になったおぼん・こぼんさんなんかやったら、八九人さんでもずっとあんだけやってあって、たまに仲悪い時ずっとあったから、また今は仲ええみたいやけどな、なんかの用事でポンと戻ったりする時あんだろうな。森さん今はもうずっと仲いいですか？仲いいですよ。変な間がありましたけど、別に俺らは絶対あれやよね、プライベートは絶対一緒におれへんからな。絶対一緒のれんな。池山さんいました？相方と。何を？プライベートを、うん。買い物とか。買い物、はい、買い物な。買い物は無理。衣装とかじゃないですよ。無理っすね。うん、買い物でしょ。はい、いや、買い物無理。いけんやろな。うん、まあ一緒に住んでたりしたら別やるけどな。うん、誘う相手じゃないというか、その買い物行くからじゃあ相方誘おうかなって。それはないやろな、確かに。あのバレンタイン選ぶのをついてきてやみたいなないですか？それはまあそうです。わしもそんなあんねんや。いや、そうしようとは心がけてたけど無理でしたね。そうやろ。はい、当時の相方によくね、はい、藤井もやしは、はい、メロンパンをなんか買いに行かせてました。あ、そうなんです。はい、それパシリさそうです。はっきりとした僕はこう縦社会やなと思いましたもん。あ、だって後輩やったの。まあ後輩で、後輩やった走らせてましたね。後輩やったじゃないけど、それをね、年末の松竹のライブで、うん、買いに行かされてるんですよってマジギレして舞台で、どえらい空気になったんですよ。いや、みんな言いはるもんな、漫才して解散する前が一番おもろいって言うから、ね、あーなるほどね、はいはいはい、それはみんな言うてはったな、解散する前が一番おもろいってな。あーなるほど。もうその辺もだからどっちも、もうええわ思ってやってるからおもろいんだよな。でもね、解散決まったコンビの最後の漫才みたいなんて、大体なんかみんな受けてない気しますけどね。あ、そう。ネタはそれも悪口言いやするから違うから。ネタは多分力入れんからな、もう、ね、こいつとこいつともやれへんねんと思ったら力入れへんよな。前のコンビで、はい、受けてるの見たことはない。やめやお前。ほなしゃあないな、はい、昔から早くしろ言うてはってんけど、はい、受けたことないやつはやめやすいって。それはやめやすいわ。もうやっぱやめやすかった。やめてないねん。やめてんやろ相方は。あ、やめてんのもんね。相方はやめてます。はい、ほな才能なかったよね。なるほどね。僕は頑張りますんで、これからもよろしくお願いします。やめてくれ。